スーパーマリオランはニンテンドーよりスマートデバイス向きに配信されているアクションゲーム。キャッチコピーは片手で遊ぶ新しいマリオ。これまでのマリオシリーズと同様に横スクロール型のゲームでコインを集めたり敵を倒したりしながら制限時間内にゴールまで進む。ただしスーパーマリオランではゲーム性が少し変わっており、 自動的に走り続けていくマリオをタップすることでジャンプ操作を行いゴールを目指すものとなっている。また公式サイトで公開しているイメージ動画にあるように海外で人気が高まっているパルクールまたはフリーランニングを取り入れた要素がありマリオは小さい段差や敵を自動的に飛び越え特定アクションに合わせてタップすることでさらなるアクションに派生するなど これまでのシリーズにとらわれない変化が見られる。一人用、マリオを操作して、全6ワールド24コースをクリアするモード。やり込み要素として、1コースに5個ある特別な色のコインが存在し、全ステージで集めることで隠しステージが出現する。特別な色のコインは、初期はピンク色だが、すべて集めるたびに、紫色や緑色のものが登場し、集める難易度も上がる。 またコインを手に入れた枚数がそのままスコアとなり、それを友達と競ったりといろいろな楽しみ方ができる。クリボー等の敵にぶつかったり穴に落ちたりするなどでミスをした場合、2回まではコインを数枚落としシャボン玉に包まれて復活できるが3回目はゲームオーバーとなる。ただし、特定のハテなブロックからシャボン玉を発見した場合、復活できる回数が1回増える。コースは 草原、地下、お化け屋敷など、全6ワールド24コースがある。ネット対戦モード。友達や、世界中の人とコインの数などの総合スコアで競う。コースはランダムで毎回変わる。キノピオラリーは、ワールドクリアやミニゲームでもらえる、ラリーチケットが必要。対戦相手はレベルに応じて選ばれる。コースを増やすには、ワールドツアーでワールドをクリアすると増える。もらえる。 キノピオは、ステージの種類ごとに決まっていて、赤、青、紫、緑、黄色の5種類のキノピオが存在する。2017年9月のアップデートで追加。とっても短いコースを10連続でチャレンジするモード。エリア30をクリアすると、デイジーがもらえる。ボーナスゲームや、スーパーボーナスゲームで、王国で建てられるものが手に入る。 コインで交換できるアイテムで自分だけの王国を作る。アイテムは100種類以上。王国作りを進めると、ボーナスゲームで遊べたり、ルイージ、ヨッシー、キノピコがプレイヤーキャラクターとして使えるようになる。フレンド欄はキノピオラリーの練習モードとなっており、フレンドと練習できる。練習モードのためコイン獲得数やキノピオの数の変動はない。 また無制限に練習できるわけではなく1日の練習回数はワールドツアーのクリア状況によって変わり最大5回。アプリ本体は無料でインストールでき、ワールドツアーの1から4まで無料でプレイできる。1200円のアプリ内課金で全てを遊ぶことができる売り切り型を採用している。一般的なスマホや PC などで基本無料と銘打ったゲームは、 アイテム課金が主流となっており、世界各国ではガチャなしかつアイテム課金を多く採用しているのに対し、日本のスマホゲームにおいては多くのゲームがガチャへの課金あり、かつのアイテム課金を採用している。ガチャへ課金するシステムは一回数百円でガチャガチャを引くことができ、低確率でレアなカードやアイテムがもらえたりするが、現実で数万円込もうとレアアイテムがもらえる保証は、 絶対にないため、社交心を煽って、高額課金させているため儲けやすいのが、その分トラブルも多く社会問題になっている。任天堂は、ゲームの種類により、売り切り型と基本無料型を使い分けるとしており、スーパーマリオランでは一部無料で1200円で3つの、プレイモードの全てを好きなように遊ぶことができて、追加課金などの発生もない、売り切り型を採用した。1200円は、 一般的なソーシャルゲームのガチャ課金に例えると3から4回分程度となっている。値段設定については、スマホゲームアプリ市場においてはアプリの数が多く、売り切り型は値下げ競争の価格破壊をした結果、現在では売れにくいのが定説となっているので、任天堂も売り切り型は格安にすれば、その分売れる可能性があるのはわかっているが、 一度値段を極端に下げてしまうとソフトの価値が元に戻らないため値段を下げるのには限度があると答えている。スーパーマリオランは1200円の売り切り型を採用している。普段、基本無料でアイテム課金制のゲームを遊んでいてお金をかけない。課金しない層からは無料が当たり前な感覚になっているためか、なんで無料ではないのか搾取する、気満んまなど。 基本無料で遊べないことへの批判が起きている。一方で、基本無料でアイテム課金制のゲームで、ガチャ課金など課金をして楽しんでいる層からは、値段や売り切り型の批判に対して、1200円払うだけで、追加課金なくすべて楽しめる、基本無料でアイテム課金の方が、お金を搾取されるし、本来のゲームの売り方は、売り切りが正しい、むしろ、 マリオゲームが無料で遊べるのがおかしいなど、好意的な反応もある。スマホアプリを出す場合には、iOS、Android の両方を同時期に配信するのが通常であるが、Apple が任天堂と交渉をした結果、Apple の新製品にイベントでアプリの発表となり先行配信となった。スーパーマリオランが配信開始から4日間で全世界4000万ダウンロードを突破。 140の国と地域のアップストアで無料ゲームランキングで1位を獲得し、全世界100のアップストアで収益を上げたゲームトップ10に入った。アップル社のワールドワイドマーケティングシニアバイスプレジデントであるフィルシラーによると、今までのアップストアの記録を打ち破り4日間で全世界4000万ダウンロードは最速。2017年6月29日の任天堂 第77期定時株主総会では、君島辰樹社長から、総ダウンロード数では1億5000万を超えたものの、そのうち、購入数は10%にも満たず、ダウンロード数では、スーパーマリオランの10分の1以下に過ぎない、ファイヤーエムブレムヒーローズにも、売り上げでは負けているとの説明がなされた。ABCD、片手で遊ぶ、新しいマリオ、スマートデバイス向け、 スーパーマリオラン配信決定。トピックス・ニンテンド堂。ニンテンド2016年9月12日閲覧、http-nintendo-everything.com スーパーマリオランローンチーズ4 n d r ロイド。オンマーチーマイナス -23 a b ー。iPhone&iPad 向け。スーパーマリオラン配信日及び配信国決定のお知らせから9.99ドルをお支払いいただければゲームのすべてが プレイ可能に、任天堂、2016年11月16日閲覧。ABC、iOS に、マリオが、スーパーマリオラン、2016年冬に登場、イティメディアモバイル、イティメディア、2016年9月12日閲覧。スーパーマリオラン YouTube、YouTube、2016年12月17日閲覧。ABC、動画あり、マリオが、 スマホで、ついに登場。スーパーマリオラン発売前レビュー。ガジェット通信。2016年12月11日閲覧。ABCD ワールドツアー。スーパーマリオラン2016年11月16日閲覧。まもなく公開。スーパーマリオランを記者が先行プレイ。どんなゲーム無料版で、どこまで遊べるイッティメディア。 2016年12月11日閲覧。スーパーマリオランフレンド相手に対戦の練習ができるフレンド欄が追加。インサイド2016年12月23日閲覧。無課金の場合、1日1回から多くて数回しかプレイできないよう、スタミナの設定でプレイ可能な回数を制限している。なぜ止まらない子供のソーシャルゲーム工学課金問題。 Cnet Japan 2016年11月16日閲覧2015年6月26日第75期定時株主総会質疑応答 Nintendo 2016年3月10日閲覧マリオラン1200円は高いかクソゲー作取の批判 J キャストニュース2016年12月20日閲覧 iPhone&iPad 向け スーパーマリオランはアップストア最速、配信開始より4日間で、全世界4000万ダウンロード突破のお知らせ。任天堂。ンドウ。2016年12月21日閲覧。FEE ヒーローズの売り上げは、スーパーマリオランを上回る質疑応答にて、君島徹るおがコメント2017、7、119、34ミンサイド。ありがとうございます。